こんにちは今ですね、ドル円がですね、節目の05を、109の05を割ったとこですね、割ったとことも何分前かな、これ5分足で見てるんだけども、0五0ロ0ゼ0五ここか、これですね05、05。あタッたと上がんねーあ、これね。 この109の、えー、05、ここですね、節目だったんですね、日足の節目。これ、あの、5分足なんですけどもで、ここ割ったところからですね、で、次の節目があ、あの、まあ、抜,く抜くと思うんですけども、まあそこに向けて、もう、どんどん、で、109で、109でポジション作っちゃいましたと、面白そうだからですね、そのたくさんやらないですよ。うん。で、 これ、10日度平均線ね、これね。で、こっちが15、えー、っと、えー、と、あと25か。で、まあ、これ下がってきますけども、で、やり方としては、この、さっきの節目ね、一直期の節目108の909ですね。ここ抜いて、えー、下がるとお。で、またこの、お15日のおと、あ、10かあ。10の方に戻るというような感じで、 まあポジションを作っていきたいと思いますと。えー、まあ、ポジションをコツコツ作ってる段階で今ですね。で、107を抜いて、えー、この換算相場で105と。まあ、105いくかどうか知らないですけど、知らないですけど、107は抜くんじゃないのかな。まあ、たくさんやらないのがコツですよね。えー、っと、まあ、これはまあ、あのー、 投機性がすごく高いんで、FX というものですね、えー。少なければ少ないほどいいですよ。少なければ少ないほどいい。えっ、ー、と、少ないと、お要は、レバレッジを1倍にすると。例えば100万円だったら100、えーと、総額100万円の取引しかしないと。こんな感じですね。300万円だったら300万円の取引しかしないと。要は、レバレッジをかけずにやるということですね。 そうすることによって冷静な判断ができると。まあ、儲けも少ないんですけれども、まあ、えー、あの、基本的に汗水流して、知恵を使って汗水,汗水流して働くのが人間ですからね。はい。陶器はやってはいけないということですね。えー、っとで、まあ、熱くなっている人たちをみんな損しますので、はい。それが FX ですからね。レバレッジと、レバレッジをかけると、お人生が狂います。 酒をたくさん飲むとアルコールをたくさん飲むと人生狂います。麻薬、覚醒剤をやると人間はやめなくちゃいけません。それと同じ効果がありますね。はい、以上です。